小川哲也は、日本のアナウンサー、司会者、ナレーター。東京府出身。早稲田大学生形学部卒業。性質は重厚感のあるバリトン。1965年4月、TBS に、アナウンサー第10期生として入社。また、一年先輩の石川健、宇野敏子は、同学年の同僚。ラジオ局放送部兼テレビ編成局アナウンス部兼 報道局ニュース取材部に勤務。アナウンサー研修室設置に伴い、アナウンサー研修室付け兼ラジオ局第1制作部に勤務。その後、ラジオ局第1制作部兼アナウンサー研修室付け、放送部兼第1制作部兼、第2制作部兼アナウンサー研修室付け、ラジオ本部アナウンス室にそれぞれ在籍。輝く。日本レコード大賞では、 サブ司会、速報。日本レコード大賞では、司会を、毎年4月と10月のテレビ改編期に、放送されていた、t b s 特番、テレビ祭り4月だよ。全員集合、テレビ祭り10月だよ。全員集合では、スタジオナレーションを、毎回務めた。1972年9月に、t b s を退社し、高橋慶造プロダクションに移籍した。 その後独立し、小川哲也プロダクションを設立、フリーアナウンサーとなり、テレビ、ラジオ出演以外にも、イベント、パーティー、結婚披露宴などでも司会を務めたり、ナレーターとしても活躍している。テレビコマーシャルでは、キャッチナレーションを数多く担当、テレビ番組でも、日本レコード大賞や、ザチャンス、ラジオでも、決定。全日本歌謡選抜や、 小川哲也のぶっちぎりラジオでの軽快な話術で、お茶の間に親しまれた。発売、キングレコード、プロフィール。SO プロモーション。2014年10月22日閲覧。声の特徴重厚感のあるバリトン。3放送関係7。アナウンサーの活動記録。TBS50 年史資料編東京放送。東京放送。 2002年1月、237から238ページ。1965.40規制9人入社、今村みのるおがわてつやしゃびぐしょうごみ、ひとしただまもるならびき本幸子、手塚こ子、本田、としあやこ、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、 18から19ページ。65.410期生9人入社、今村実のるおがシャビやしゃびぐしょうごみ、ただ守るならび桐本幸子手塚敏子本田と子ハットあやこ、ABCDEFGHIJKLM、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、18ページ。 小川哲也、66.1、R 局放送部兼 TV 編成局アナウンス部兼報道局ニュース取材部、67.11、アナウンサー研修室付け券 R 局第1制作部 68.、68.6R 局第1制作部兼アナウンサー、研修室付六け、69.3放送部兼第1、制作部券、第2制作部兼アナウンサー研修室付け、 七 70.7R 本部アナウンス室、七十二点九大社、R、ダイヤモンドハイウェイ、パックインミュージック、歌の名情、歌謡天国、一万円クイズ、速報。JRN 歌謡ベストテン GoGoYang、TodayTV、あの虹をつかもう、JNA のニュースショー。TBS アナウンサーの動き、t b s 五十年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送。 東京放送、二千二年一月、二十二ページ。一九百六十七年十一月十五日。アナウンサー研修室設置、アナウンサー研修室付。け県ラジオ局第一制作部勤務者、今村実、小川哲也、久住武将、五味、陸ひとし、桐本幸子、手塚敏子、本田彩子、岩崎直子、遠藤康子、藤田恒美,美、堀川恵子。 堀川優子、青木康夫、石森克幸、小口克彦、久米博史、林義夫、宮内静雄、米沢光樹、河野道太郎ハット ABCDEF、3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、237ページ。小川哲也。 1972.9対車 R ダイヤモンドハイウェイパックゴーゴーヤング TV あの虹をつかもう JNA のニュースショーありがとうございます